ートマスターリーナーをお呼びしてお話を聞きたいと思います。ではリーナーの岡本さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スムーズクード舞台袖からすごい人が来てくれてるねと。はい、なかなかね、この時間にこれだけのお客さん来られることなかったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりもう1年に一度この熱い、ね、ステージを体感したいという方がそうですね、ということなんですけれども、さあ、ラクスパプラスバンドの皆さん、もちろんこのビッグバンドフェスティバル常連さんということなんですが、なんと昨年の、ね、12月には15年ぶりに、はい、2000年に、うん、まあ、このバンドできたんですけど、はい、最初からよくやってたんですけど、はい、まあ、リーダーの怠慢というんですか、まあ、ずるずると15年やってなくて、はい、昨年の12月に岡山市内のライブハウスでライブをしまして、大勢の方来ていただきまして、単独ライブですよ、ね、嬉しかったですよ、本当に。はい、15年間メンバーの皆さんもまだかな、まだかなと。そうですね、もうメンバーもね、いろいろ変わってきたんですけど、はい、このメンバーで、ね、幸せでした。はい、さあ、そして、まあね、このビッグバンドフェスティバルもそうなんですが、リーダーには野望といいますか、今年でこれからやってやるよぞということが、はい、そうですね、まあ、その当時若手だったんですけど、まあ、年齢も知ってきて、まあ、いわゆる若い人との見本にならないかないものもあって、はい、まだまだこのビッグバンドを盛り上げていきたいということで、はい、岡山にもね、大きいホールを持ってきました。例のはできましたね。はい、まだあそこでビッグバンドをまだやってないと思うんでね、ぜひあそこでやってみたいな野望もありまして、はい、はい、次回、まあ、次回ずっとマミで来てるんでね、この回はここで、もちろんです、はい、この1年、また1年先でなくって、どっかでやりたいなという気持ちがあります。そうですね、これからのリーダーが、このアマチュアビッグバンドを岡山クラシックで盛り上げていきますので、はい、またその際にはね、こちらの皆様、ぜひ会場にごそっと行っていただけたらと思います。はい、ぜひ、岡山の方にもお越しいただいたらなと思います。はい、ラクスパの皆さんもまたね、今年も7月にまたされるということでございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではスタンバイをお願いいたします。はい。さあ、ということでお話を聞きましたのは、アマチュアビッグバンドフェスティバルの、元会長、長年リーダーを務めていただいておりました、岡本さんでございました。それではラクスパブラスバンドの皆さんです。よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございます、ラークスパーブラスバンドと申します、よろしくお願いします。今演奏した曲はですね、ハービー・ハンコックさんが作った曲で、ちょっと時期的にあれなんですけど、ウォーターメロンマン、スイカ売りの人っていうか、そういうイメージをした曲でございました。ソリスト、ピアノ山下由紀、はい。ここからですね、3曲ボーカルの曲を聴いていただきます。最初の曲はですね、今ちょっと話題になってますけど、トランプさんの曲ではないんですけど、ザ・レディー・ザ・トランプっていう曲をお送りいたします。意味はですね、気まぐれレディーっていう、トランプでずっと私こっちのカードのトランプって思ってたんですけど、よく調べるとこれはね、気まぐれとかそういうちょっと元気な感じの、レディーをイメージした曲らしいですね。そんな、イメージのボーカリストを紹介します。トランさんです、どうぞ。Georgia.
That's why I always
作曲者、編曲者なんですけど、この中の曲の何曲と言われているのを今回ちょっとチャレンジしまして、やってみたいと思いますので、心して聴いてください。では、ラクスパ最後の曲です。アヒューグッドマンズ、どうもありがとうございました。
ました。ありがとうございました。